ハロー、沙織の YouTube チャンネルへようこそ。前回の動画の続きになります。今、下地メイクですね、下地は完成しました。次にですね、アイメイクをしていきたいと思います。アイシャドウはこちらですね、スックのデザイングカラーアイズ06番使ってます。これ銀座6で買ったんですけど、色味がですねこのようになってます。かわいい。もうね、この色ちょっと冒険だったんですけど、すごく自然ですね。スックのアイシャドウはとっても良くて、何がいいかっていうと、私は割と時間が経つとこの目の下のここにですね粉がついちゃってパンダ目っぽくなっちゃうんですよね。でもこのアイシャドウにしてからそれがなくなりました。悩み解消。では早速、メイクしていきたいと思います。チップ、ハケとチップがあるので、最後にあるので、まずこちらの大きなハケでですね、一番明るいお色味を、このお色味をまぶた全体につけていきます。ちょっとワイパー塗りしますね。こういう風で、ちょっとこの目の下のところも塗っていきます。同様に、塗っていきます。そしたら次にこちらの出ますね、ピンクのアイシャドウを、こちらのちょっと小さいハケの方で塗っていきます。そうですね、二重の幅よりちょっと若干上に塗っていきます。こんな感じです。そしたら次にこの細いチップでブラウンを、こちらですね、ブラウンをのせていきます。目の際にのせていきますね。ちょっと上げてもらって、ポイントとしては真ん中からのせます。なぜ真ん中からのせるかというと、一番先につけた部分が濃くなるからですね。こんな感じで、そしたらちょっと塗りづらいんですけど、こういう感じで、こういう感じで塗っていきます。そしたら最後はちょっと黒目の上を若干ですけど太くいきます。そうすると目が丸く見えます。可愛らしい目になります。反対側もやっていきます。同じように真ん中から乗せていきます。そしたら目の上、瞳の
し太くいきます。塗りますかな、できます。そしたら次にちょっと太いチップを使って、こちらのグレーですかね、お色をのせていきます。これは、先ほど塗ったのとその前に塗ったピンク のシャドウの間にのせていきます。両方消さないようにするのがポイントです。そしたら落とした涙袋のところも同じ色味でのせていきます。この黒目の外側と目尻のところを濃いブラウンで、この細いチップを使って乗せていきます。ビューラーでまつげを上げます。ビューラーはシュー上村さんのものを使っております。上げますね。また上げるので、またちょっとさっと上げちゃいます。ただ私のはマスカラが先なんですけど、マスカラはジルスチュアートの02番ですね、こちら使ってます。これはね、ちょっとねブラウンっぽい感じになりますね。してもらったら上から溶かすようにのせます。そしたら下から根元からですね、いきます。そしたらアイライナーを引いていきます。アイライナーはケイトのこちらに新しいものだと思うんですけど、あ、色味が新しいんですけど、スーパーシャープライナー EX ビターブラウンっていうお色を使っています。ブラウンだとちょっと明るすぎるし、ブラックだとちょっと濃すぎるので、だいたい自分のですね瞳の色に合わせる感じがいいかなと思います。黒目の人はね黒でもいいと思うんですけど、これをのせるんですけど、まぶたをちょっと持ち上げて、まつげの生えてる下をまず引いていきます。こんな感じで引いていきます。引いたら次はまつげとまつげの間を埋めていきます。持ち上げていただいて、このように引くというよりは打つ感じで乗せていきます。
そして最後に目尻をちょっとここ引っ張ってあげて引いてあげます。そして下まぶたの黒目のところですねから私は引いてるんですけど、内側ですね、黒目の内側からこんな感じで引いています。アイライナー引いてあるのと引いてないの、やっぱりこっちの方がちょっとバッチリ見えるかなと思います。反対も同じように引いていきます。両方引き終わりました。で次ですね、次が眉毛なんですけど、私は眉毛はペンシルであまり描いてないんですけど、パウダーで全部やっています。ケイトのこちらですね使って眉毛を描いていきたいと思います。色はまあこういう感じになっていて、これは本当にリピートしています。もうなくなりそうだね、ハケがあるんですけど、このようになっていて、先にこっちの細い方から眉毛を描いていきます。この濃いのとちょっと薄いのを混ぜて、まずは眉山を決めていきます。眉山はですね、ポイントとしては黒目の外側と目尻のこの延長線上なので、ここですね、ここが眉山であるといいので、ここですね、描いちゃいます。まずここが眉山だよ、山をこうここに描いちゃいます。そしたら今度はね、眉尻を決めるんですけど、眉尻はこの口角と目尻、ここですね、ちょうどここでいいので、角度なんですけど、この目と平行になるようにすると綺麗になります。そしたら眉尻を決めました。決めたら次はですね、眉頭に向かって動かして描いていくんですけど、眉頭の始まりはここです。もうちょっとこれもコツがあるんですけど、コツはあんまりこう描き始めをはっきりさせないのがポイントですね。なので色味としてはこの中間色と明るい色を混ぜる感じで眉頭は決めていきます。塗り方もこういう動きですね、こうではなくこういう動きで描いていきます。反対も同様にしていきます。こちらも今パウダーで同じように、描いていきました。そしたら最後にこの太いハケでですね、一番明るい色を鼻筋です、ここにノーズシャドウを入れていきます。そしたらコフレドールさんのアイブロウカラー03番ライトブル、すいません、ライトブラウンを使っています。
結構明るいんですけど、眉毛が私黒くてはっきりしているので、このから明るくてもいい感じになります。そしたら最後にこちらがスックのアイブロウなんですけど、リキッドのペンになっています。02番ですね。これをほんとにちょっと毛がないところというかを足していく感じで、輪郭をはっきりさせる感じですかね、イメージ的には。足りないところをただちょっとこう描いていくだけなので、こんな感じで描いていきます。そしたら次はチークになります。チークはコフレドールさんのスマイルアップチークスでフェイスカラーになってますが、03番のローズを私は今は使っています。こういうハケもついているので、まずこのようになってまして、中心からですねくるくるくるってつけたら払って、黒目の下小鼻の脇、ここを中心にしてくるくるくる、こんな感じで乗せていきます。こんな感じで、そしたら最後に、外側の明るい色をだけをこう通ってもらって、ハイライト代わりになるので、ここですね、ここをこう引いてちょっと下になじませる感じで、最後はリップです。リップはジルスチュアートさんのリップブロッサム17番です。ケースが可愛くて思わず買ってしまうんですけど、色味はですねちょっと冒険しました。こんな色味です。すごい可愛いですよね。これは私は直塗りにしてしまうんですけど、リップブラシがあればそれが一番綺麗に描けるかなと思います。こんな感じ。そして最後にまつ毛をもう一回上げていきます。しっかり上げていきます。以上でメイクの動画を終わります。これは結構万人受けするメイクだと思うので、よかったら皆さんも参考にしてみてください。この動画が気に入りましたら、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。